ャンネルのさやぼうです。最近2歳の娘が絵本カラスのパン屋さんを好きになってよく読んでいます。今日は時間があったのでカラスのパン屋さんに出てくるパンを作ってみることにしました。娘と楽しく作りました。ぜひご覧ください。はい、今日は簡単に生地はホームベーカリーを使って作っていきます。まず材料を測って準備します。強力粉 250g、 バター 30g、 ドライイースト 3g、 こちらのエブンポーのタイプです。きび砂糖 30g、 塩 3g、 牛乳 180cc を用意します。はい、ホームベーカリーにすべて材料を入れていきます。お持ちのホームベーカリーの材料の入れ方を、参考にされてください。はい、ちょっと粉を入れるときにめっちゃこぼれてしまいました。ごめんなさい。ちょっといつもこんな感じでかなり適当になってしまっています。はい、でどんどん入れていきます。このホームベーカリーは結婚のお祝いにいただいたもので、10年ぐらい経つのですが、大事に使っています。はい、材料入れ終わったのでホームベーカリーにセットします。メニューからパン生地コースを選んでセットします。これだと9番です。はい、そしてスタートします。はい、スタート。いってらっしゃい。1時間半かかります。そしてこのように羽が回り出します。でぐるぐるっとすぐまとまってきます。あとはもうお任せです。はい、だいぶパン生地っぽくなってきました。生地がこね終わったら自動で一次発酵に入ります。はい、そして1時間ほど経って、生地が完成しました。見てみます。はい、いい感じです。はい、そして生地を取り出します。はい、取り出した生地を押さえてガスを抜いて、そして、ナイフで切って分割して、そして丸め直していきます。私パン作りは、結構好きで、長くやってるんですが、結構自己流というか、あのインターネットとかで調べていつもやっているので、一度なんか先生とかに習ってみたいなとか、思ったりもします。なのでちょっとあの怪しいところがあったら申し訳ないですが、こんな感じで、やっていきます。今日は、生地を8等分にまずしてみました。いつもは重さを測りながら、均等に一つ一つがなるようにするんですけど、今日は後であのいろいろな形にしたりするので、あのすごく適当でちょっと切れてない感じもありますが、すみません。はい、こんな感じで、丸めていきます。赤ちゃんが泣き出したりとかして、なかなかカオスな時だったんですけど、はい、どんどん丸めていきます。はい、はい、丸め終わったらラップをかけて少し置きます。私はちょうど授乳をしたので10分ぐらいですかね。はい、そうしたら、本を見ながら、いよいよ成形していきます。はい、2歳の娘も一緒に、作っていきます。初めてですかね、一緒にパンを作るのは。私もとても、久しぶりな感じがします。この生地はとても、ベタつくこともなく、扱いやすい生地だなと思いました。はい、今日は飾りにレーズンを使いました。はい、こんな感じで、お目目をつけて、お鼻をつけて、はい、絵本の子犬パンを作ってみようと思います。はい、生地は8分割しましたが、半分に分けたり、細かく切ってくっつけてみました。
い、犬の形になりました。子犬パンが完成しました。天板に置いておきます。残りの生地の作業があるので、天板に置いた生地にはラップをかけて、乾燥しないようにします。同じ要領で、子猫パンも作ってみました。レーズンがちょっとなかなかくっつかないので、さぎゅっと押し込んで、つけていきます。はい、子猫パンも完成したので天板に置いておきます。はい、次は娘に聞いていちごパンを作ってみました。レーズンを使っていちごの、種を表してみました。葉っぱは生地を細長く切って使ってみました。娘にも、好きなものを作らせました。今作ったのは豚パンだそうです。この、パンの種類本当にたくさんあるので、また、今日作れなかったパンも、作ってみたいなと思います。はい、次にできたのはカエルパンです。ラストの生地になりました。娘に聞いて今度は生地を細かく切って丸めてぶどうパンにしました。これ作るのとっても楽しいですね。娘にも小さく切った生地を丸めたり、するのを手伝ってもらいました。はい、こんな感じでたくさんくっつけてぶどうの、枝のところもこうパンで作ったりして、はい、できました。でレーズンが余ったのでレーズンをたくさんくっつけてみました。はい、完成したので天板に置きます。ちょっと崩れやすかったので、こういう崩れやすいものは最初から天板の上でやるといいかもしれません。はい、娘が作ったみかんパン、豚パンも合わせてこんな感じになりました。オーブンの発酵機能を使って40度で40分ほど発酵させました。発酵待っている間に折り紙でガラスの家族を折りました。約40分ほど経って、このように生地がしっかり膨らみました。溶いた卵をハケで塗っていきます。ちょっと今日は天板にぎゅうぎゅうになってしまいましたので、分けてもいいかもしれません。なくても問題はないのですが、このように溶いた卵をベタベタと塗るとツヤが出て美味しそうに見えるかなと思います。はい、このように全体に塗り終わりました。そしたら、180度のオーブンで15分ほど焼きます。はい、焼けました。こんがりとできました。ちょっとぎゅうぎゅうに、さらに膨らんでなりましたが、いい感じにできたと思います。はい、実際食べてみるととっても焼きたては美味しかったです。今日はホームベーカリーでしたが、手ごねとかにもチャレンジしてみようかなと思います。娘も喜んでくれました。最後までこの動画をご覧いただきありがとうございました。面白かった方は高評価グッドボタン、またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら。